細見さとみです。久しぶりに YouTube で喋りますね。レモン以来かな今日はこの箱2つ用意しました。箱っていうかアンプなんですけど、こっちのキューブストリート、そうキューブストリートはずっと使ってた機材で、私が大学院生の時かな、路上ライブをやりたいと思って、ミシェルミンっていうアイリッシュのユニットを名古屋の路上でやってた頃に買ったアンプです。こっちはついこの前、こっちからこっちにグレードアップしようと思って購入したキューブストリート EX でございます。もう明らか大きさが違うんですけれども、嬉しい、ちょっと出世したような感じになってます。なんで私はこんなにキューブストリートが好きかっていうと、やっぱり電池で動くところが一番の魅力なんですよ。で、路上ライブやってると電源ってないじゃないですか。そんな道にさ、コンセントさせるところなんてないから、こうやって電池で動くキューブストリート、すっごいなと思って大学院生の頃買いました。で、今回の EX もこんなに大きなアンプですけど、なんと電池で動くっていうところが最大の魅力を感じてまた買いましたね。まずこの大きさ、これはね、なんで大きさを私がすごい考えるかと言いますと、まあ路上ライブやってた頃って本当お金がなかったし、学生だったから、その路上をやる場所まで電車で頑張っていくんですよね。このアンプとフルートとか、あとまあギターの子と一緒にやってたから、そのギター持って、これも持って、なんかあるじゃん、あのカートとかに乗せて持ってくの、これがめっちゃ大きいと正直困る。キューブストリートが44センチぐらいかな、43センチ。こっちのキューブストリート EX は50センチかなり6センチぐらい大きい。まあ大きさよりも重さが私は気になるんだけど、まあ、キューブストリートもまあなんかずっと待ってると結構苦しいよね、重いもんね、アンプって絶対重いから。でこっちのキューブストリート EX はもうほんと重いっす。重さがね、ネットに載ってて、キューブストリートは 5.2キロ、5.2キロ、キューブストリート EX は 7.4 キロもあります。出力はキューブストリートは 5W で、キューブストリート EX は3段階選べるの、エコモードとノーマルとマックスって3段階選べるんですね。でこれがですね、エコモードが 10W、 ノーマルが 25W、 マックスが 50W になります。めちゃくちゃすごい馬力でね。この前ライブがあって、加藤総本家っていうバンドのライブがあったんですけど、ベースドラムが2台、あと自分がキーボードも弾く、サックスギターが2本、シンガーさん1人とコーラス1人みたいなバンドがあるんですけれども、それでも会社アンプとしてもこれは使えることができました。しかもね、あの場所も結構なホールなんですけど、いい感じに聞こえてきました。全部自分の音がね返ってきたんで、わすごいなキューブストリートってって思いました。でね、乾電池の本数が、単三電池がキューブストリートは6本に対して、キューブストリート X は8本で動きます。まあこんだけ大きかったら2本ぐらいプラスされても、まあ、そんなもんかなというものですね。まあ機能としまして、ちょっと次の動画で比べてみましょう。これがキューブストリートのこの設定のとことか、ライン刺すところなんだけど、ここ電源でしょ、はい、ついたでね、ここに私はよくギターとフルートとやる場合は、フルートはここにキャノンで挿してボリューム調整して、まあ、フルートは結構リバーブかけたいのでリバーブかけたりとかやってました。でギターここに挿して、こうなんかこのコライザーちゃんと触ってボリューム上げるみたいなっていう風な感じでやってました。でここにステレオとかさせるでしょ。で後ろに一応フットスイッチとかあって、あんまこれは使ったことないっすね。でこうやって設定これぐらいなんだけど、 EX はねもっとたくさん楽器がさせるようになるんですよ。キ
チューブストリート EX のこれが設定と LINE のところですね、まずこのマイク系ね、マイク系の歌とギターあるんだったら歌がここかな、フルートとギターもここかな、キャノンで、そうキャノンすごくない？イコライザーが両方ついてる。さっきのキューブストリートはついてなかったんだけど、すごいっすね。でボリュームでしょ、でリバーブもつけれる。で、ここマイクギターもイコライザーあって、ディレイもコーラスとかもできる。そうコーラスの設定ができるんですね。すごい。リバーブもつけれる。ちょっとここはねギターの人用のだからちょっと私疎いんだけど、でここラインがキーボードで、さっきはキューブストリートなかったんだけど LR 両方ありますよね。モノラルだけだとちょっとあのサウンドがちょっと立体感がないし、これがすごいなと思って、私キーボードもちょっとこう頑張っていきたいなって思ったので、ここのボリューム選べるとこも素晴らしいと思いました。あと電池ね、電池の量がなんと調べれるの。キューブストリートは電池知らない間にパンって消えて、電池なくなっちゃったみたいな感じだけど、ほら今電池満タンだからここ3つついてんの、すごない？そうチェックできる。そうそう、でアダプターさせるっていう感じです。はい、じゃあキューブストリートでちょっと音を試してみたいと思います。ボリュームは12時のところね。でリバーブちょっとかけよっか。はーはあ、ほらちょっとなんかいいライブハウスで MC でもおっしゃってるみたいな感じのリバーブかかるでしょ。でこれでちょっとフルート吹くよ。おお、めっちゃ綺麗だね。よく響くしね、リバーブもなんかいい感じ。全然めっちゃライブでは使えるでしょ。じゃあ次あのキューブストリート EX でやってみようか。はい、じゃあまた同じ状況で試したいんですけど、もう早速違うくない？声の大きさ。そう、今ノーマルモードで MC してますね。あのボリュームは12時のところ、しかも電池駆動ね、電池駆動なのにこんなにさっきのと音質が変わる、すごくない？リバーブ今ゼロ、これリバーブゼロでちょっとかけてみます。ちょっとずつリバーブかけて、まあさっきと同じ、11時ぐらいのところ、すごくない？音質がすごいでしょ？で、ちょっとエコモードにしよっか。エコモードになると、ちょっとだけおとなしいかな？はい、ノーマルモード。はい。おぉ、声がすごい立体的。で、次、マックス。あー、すごい大きいかな？あ、めっちゃ大きいわ。大きな音だ。じゃあ、これ、ノーマルモードでフルート吹いてみるね。おー、なんか、すごい自分の息吸ってるのですらもうマイクがちゃんと拾ってくれる感じになってるから、やっぱりキューブストリート EX って。すごいですね。スピーカーの大きさもちょっと後で測ってみよっか。スピーカーの大きさ測ってみたんですけど、キューブストリートが13センチ。キューブストリート EX は20センチ。7センチも違うんですよ。まあ、この網のね、上から測ってるからおおよそなんだけど、まあ、こんなに音質が違うかと。びっくりしました。すごい綺麗だね。ほー。そんな感じで、今日の実験は終了したいと思います。今回の動画はキューブストリートとキューブストリート EX の2つを比較してみたんですけれども、やっぱり EX の方がまあサウンドは良かったっていう風に思うんですけど、それはね大きさもお値段もすごい違うし、キューブストリートで路上やってて不便だって思ったこと一度もないし、大きさもやっぱりコンパクトなので、路上ライブやる分には全然とてもおすすめです。で、この EX はやっぱり大きな音出したいとか、ライブハウスとかでも返しアンプとしても使いたいとか、あと大きな、まあ、3人とかでライブしたいなって思われたらこっちの方がいいかもしれないし、あとはお財布とのその2万円ぐらいじゃん。皆さんのお買い物の参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画をいいね、面白いと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。